ください命の声を胸を開いたあのやつだった俺は儚い流れ者きっと恨んでいたのだろうしみるぜしみるぜ古い話をたどってみたら北の外れがお前の故郷錆びた線路は雪止まりどこでどうしてあこくの風が夢をたぐってのれんをくぐりゃホタテ焼いてる親父がぽつり探すお方は今しばた心配りの温かさしみるぜ